Mac the Knife やっていきたいと思います。Mac the Knife っていうのはこう2ビートと4ビート、歌物っていうのはメロディのとこは2ビートでやることが多くて、アドリブに入ったら4ビートに行くことが多いだけです。アドリブ入ってから2ビートやる人もいるし、まあいろんなやり方があるんですが、ベースが2ビートっていうのはこうやってベースがこうやって2分音符を弾いてる感じで、この時は、このやり方としてはこの右手とのライドとこのね、ここのシンバルとハイハットが、このベースが何も弾いてないところで左足を踏んであげてグルーブする感じ。フィルインはさっきの、でも跳ねましょう、スピークローと一緒だけど、スピークローだったらツッタタンだったのがツッタタンで、ここもここにも入れてもいいんだけど、まあこれも16小節で一塊なので、これで入れてあげていいんじゃないかなと思います。で4ビートになったらベースとここ、これを合わせてあげる。今ここにまで行ったんだけど、ここ2ビートずっと練習しててここまで行ったんですが、これを合わせて、でハイハットはまあ厳密に言うと、こう初心者の人はあんまり考えなくてもいいですが、2ビートの場合は1円2円は結構貯めるんだけど、4ビートの場合はこれ貯めるんだけど、ここの際、もうライドの際を叩くぐらい。でも2ビートの場合はもっと貯めていい感じだから、ハイハットしっかり貯めると2ビートに聞こえるし、ハイハットをちょっとだけの深さをちょっとだけにして、まあ音色もあるんだけど、こういう風にすると、まあ2ビートと4ビートの感じが出るかなと思います。なのでずっとこういう風にしてみました。メロディーの部分のここのテーマって書いてある部分、ここの部分は2ビートのパターン。ここから4ビートのパターンですね。4ビートのポイントはですね、基本的にはこう、ライドシンバルっていうのはベースと同じように、だからベースがこう膨らんでるのと一緒でライドも膨らんでほしいのね。そうするとイメージ的には叩いてすぐ音出るっていうよりかはリズムはちょっと後に出るんです。だから結構突っ込まないと2、3、4、こう一緒にやるとちょっと遅いのね。だからちょっとイメージ的には右手だけやるときにベースの曲線とライドの曲線がシンクロする感じがいい。で8小節ごとにライドを、スネアフィルインを入れていく。これを繰り返すか。もうこれだけで気持ちよくなっていくっていうところに専念するのがすごい大事ですね。なので左手今ちょっと入れちゃいましたけどね、でこの、メロディーの部分、このね、これがメロディーなんですよ。アドリブやってるところの、ライドとベースをしっかり合わせて、で次にやることはこの上にあるメロディーを音痴でもいいから、僕今だいぶ音外して適当にやってるけど、みたいな音痴でいいから一緒にこう歌うことですね。でアドリブもだんだん慣れてきて、いろいろ歌う練習をしてるとだん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 予測がつくようになってくるので、ライドとハイハットをこの今の形でキープすることができたら、そしたら今度はこの上のメロディーを鼻歌で歌うことです。そうするとこうやって空いてるところに何か欲しくなるんですよ。欲しくなるまでは叩かないっていうのがこれ原則です。でこういう風にギターソロ、ピアノソロやってもらったら、ベースソロは4ビートのままでもいいんですけど、まあ雰囲気変えるために2ビートにしました。で4バースのところはですね、ここはもうハイハットキープできたら最高ですけど、もうここはそんなにもう全然難しくないので、1、2、3、4小節、これ踏めたら、このタドっ
ドパンパンっていうのは、これは後で出てくるコンファーメーションのフレーズなんですけど、これってもうこれやるだけで2小節進むんです。逆に言えばこれ2回やれば、でドラムソロしたらこれ2回で4小節進むんですね。で4バースっていうのはメロディーと同じ A の部分の4小節をやって、ここの残りをドラムがメロディーを歌う、ね、でここタドとタンタンツットトンタドとドントンなので、これハイタムで、もうこれだけでドラムソロですよ。もうめちゃくちゃ簡単でしょ。でこのタツと、これはカンカン、こう斜めに、こう斜めに当てる、ここをダメに押し付けて斜めで、タタンタンドンカンカンね、こうもうめちゃくちゃ簡単でしょ。でここはタドとさんがタドとタドとタドとコンコンで2ビートに戻る感じですね。めちゃくちゃ簡単でしょ。だからこうジャズ的なメロディーをちゃんと覚えておけば、もう4バースなんてそんな難しくない。ところがこれって3連符でいこうとすると、みんな3連符が合うからって3連やるんですけど、ここが3でやるね。長くないですか。めっちゃ長いよね。待ちきれない。4小節ものすごい長いけど、タドとタンタンを覚えてしまえば、今の叩き方をしたら絶対今みたいにこうあのこのセッションでやった場合は今のフレーズ絶対聞いてくれるのでずれることはないですね。なので3連符でごちゃごちゃやるより絶対こっちの方がいいんで、これを3連符でこうアクセントつけてダウトン、うん、こういう風にこのメロディーの間を3連で埋めてるんだったらいいんですが、3連符からスタートしようと思うとすごくドラムソロって難しいんですね。で、ここテーマ普通に戻ってもらって、でここは、うん、ここ最後止まってもらえば全然問題ないです。なので、最後だけやると2ビートの方がね、っていう風にやってもらえばかっこよく決まるんじゃないかなと思います。なので4ビートそんな難しくないでしょ。この2ビートと4ビートの感覚とメロディーをその間で、これをシンプルにすることでメロディーをしっかり聞いて、空いた左手の右足で受け答えをしていくっていう形なんですよ。そういうコンセプトが分かってしまえばそんなジャズって難しくないので、こんなに、シンプルでもできるっていうことですぐできそうでしょ。頑張ってやってみてくださいね。だからこの、譜面読めない人はこのペケがこれですからね。でこの丸が書いたやつがこっちのシンバルで、足を必ず一緒にやります。で、上から2段目がスニアドラムで、これ全部ハイタムでやるときは1段上になりますが、まあこの辺はちょっと他の教本を見てもらったりすればね、スネアハイタム、スネアフロアタム、2段目がここでハイタムでスネア、こっちが下から2段目のやつがフロアタムで、ここは基本的にジャズであんま使わないので無視しておいてください。こんな感じでいけると思います。じゃあ、マックザナイフも頑張ってやってください。